はい、というわけで、始まりました。まだ臭いなって言ってるかな。はい、プロレスの小高勇です。よろしくお願いします。今週も始まりましたズバババババサラなんですけれども、第1回目以来の、ゲストゼロ、私一人ということで、まずね、まあ見てくれてる方は毎度の説明になりますけども、こちらトレイルオゾンというのが出てまして、こちらの今マスクしてないですけども、まあ検温と、手洗いあれはして、で今、こちらの方ではそのコロナがあったとしても、このトレイルオゾンというもので、やっつけてるのかな、やっつけてるんですかね、やっつけてるそうです。はい、やっつけてくれてるので、はい、こちらの中は大丈夫だそうなので、よろしくお願いします。まあ今日一人なんでね、あれですけれども、はい。さあ、まあまたね、バサラのことは知らないっていう人も多々いると思うんですけれども、もうでもなんだかんだ言って1月20日に後楽園大会があるんですけども、そこが5周年記念大会なんですよね。だからもうなんだかんだ言って、そのバサラを始めてからもう5年の月日が経つっていう気がしてですね、確かに私35ぐらいで始めた記憶あるなと思ってたんですけど、はい、もう5周年の年に、はい、なっておりますので、これからも引き続きのご声援をぜひよろしくお願いいたします。まあ、そんなところでですね、私自体は何かしますか。あと、あ、シャープズバババワサラの方で、質問、会話内容な、何でも、適当なことを投げていただければ、できるだけ拾うようにはしますので、お願いいたします。先にですね、番組応援の回いきますか。こっちから先の方が分かりやすいかな。はい、トリガーズリー FM はインターネット型テレビラジオです。見て聞いて参加できる放送局です。AZUPAN アズパンですね、アット AZZURRIIもういろんな方にね、アズリインク .com、 はい、懸命に番組を記入でメールお願いします。会費は1年間有効で、そんな、会員様になっていただけるとどんなことがあるのかというので、この番組応援の会というのに参加できます。でそちらの会員を募集しているということですね。はい、特典が生放送の見学、今ですね、あちらにスタッフさんが2名ぐらいおられるんですけど、クリアボードの向こうで、はい、笑顔でこっちを見てくださってますけど、はい、あちらね、すぐ目の前にガラス越しにスタッフさんが おられるんですけれども、そちらの方に、ゲストの方が来ていただいて、この抽選になるそうですけど、生放送を見学できるそうですね。はい、で応援する番組シートのイベント、まあ僕らとのイベントで、これはまあ時期的なものを考えるともうちょい先かなっていう気もしないでもないんですけど、はい、っていうのも考えていこうみたいな、まあ、1年なんで、はい、で生放送中テレビ電話、これはもう勇気がいることなんで、もうお任せします。はい、ということで、アズリー FM とズバババババサラの CM に関しては一旦これで、終わったんですけども、そうですね、来週にも迫りました12月7日に、準決勝を行うトーナメント表の方を出していただいて、はい、バン出ました。はい、まだ残ってますね。はい、で、11月10日に、A ブロックの1回戦が行われまして、風磨久保対風戸博士、トランザム博士、この2人の、あ、2組の同じこれユニットなんですよね。アジアンカンフージェネレーションっていうね、はい、非常にまあ訳したらアジカンなんで、はい、アジカン同士の1回戦を風磨久保が勝ち上がってですね、で自分と下村愛子、戦闘民族っていうユニットの片割れなんですけど、中野神の愛人タッグと言われているね、2人と、試合しまして、じゃあもうなんとか勝つことができまして、準決勝12月7日、来週の月曜日に、進めたということで、
来週の月曜日にこれが準決勝を行います。で、逆サイドの B ブロックの方なんですけれども、こちらもですね、阿部薄井組対関根藤田みのる、阿部薄井の方がですね、藤田みのる関根藤田、これがまたあのセントミズクと同じ、僕と下村関根藤田さんが同じユニットなんですけども、この中で藤田さんと、関根が勝ち上がってきて準決勝まで来ていると。で、安浦の、塚本拓実が、中津亮太、佐賀組、これスパーキーっていうチームと安浦の塚本拓実、これで名もなきユニットっていうね、本当に名もなきユニットなんですけども、ずっと組み続けているタッグチームでありましてですね、でそこを、スパーキー勢いで、勢いなのか実力なのかちょっとあのその辺はね、12月7日見てくいただいたお客さんの方に判断していただきたいなと思うんですけれども、それで、準決勝が風磨久保対、自分下村、片方の B ブロックの準決勝が関根龍一藤田実対、中津亮太佐賀との、2チームずつのこれタッグマッチが決定しております。はい、そして決勝が12月22日の新木場大会になりますので、こちらもぜひ、これがね12月22日の新木場が、年内最終興行になりますので、ぜひとも、お足元というかね、なかなか来づらいと思います。ちょっと12月7日に関してはもうチケット完売してしまったんで、そのソーシャルの関係もありまして席数をだいぶ減らしてやってるので、12月22日の新規模の方もできるだけ早めにチケットを取っていただければなと思います。よろしくお願いいたします。はい、そんなわけで12月7日のカードに行っていただけますでしょうか。矢印が飛び交ってますね。はい、バン、はい、大きくなりました。はい、こちら下から第一試合と思っていただければ大丈夫です。多少カード変更がありまして、塚本中野 VS、トランザム広志風戸大地、これ逆転プロレス裁判っていうのがね、こう開かれるんですけども、これはですね、言葉では何とも形容しがたいんですよね。うちに本職弁護士兼レスラーの劉豪馬っていう選手がいまして、でそれが名だたる検事たちと戦っていくんですけども、弁護士が、今回劉さん、まあそれはいつも変わらずなんですよ。検事がバナナ千賀さんで、今回被告人として阿部文則が出廷するんですけども、まあ毎回ね、この出廷する時の内容が秀逸、罪の内容が秀逸というかですね、千賀さんが果たして何を武器として持ってくるのかなっていう、でそして劉さんがそれに対してどう切り返す武器を持ってくるのかなっていうのがですね、肝になるんですけれども、はい、まあ討論の中から弁護士ないし検事が、3カウントフォール、もしくは被告人がスリーカウントを取る、どちらからから取るっていう状態になると、その弁護士、弁護するのは被告人なので、劉さんが勝てば劉さん、弁護士の勝ち、被告人は無罪、被告人の阿部が勝っても、被告人が勝っているので、無罪、検事の千賀さんが勝った場合、有罪、被告人の阿部文則は有罪という結論に至るわけなんですけど、そこに至る過程というのはですね、これも見てもらわなければわからない内容になってますので、ぜひとも、見ていただければと思います。よろしくお願いいたします。そしてですね、その後第3試合シングルマッチ、つともおすぎたい神のマスド、これがですね、最近急成長のこの神のまさに力こそパワーっていうね、力こそパワーっていう言葉を果たして何人が知っているんだろうっていう、知ってます？知らないですよね。タイガーマスク3の敵キャラが言うんですよ。出てきた瞬間に力こそパワーって言うんですけど、そりゃそうだろうっていうそうなんですよ、そりゃそうだろうって話なんですよ。のね、神の選手 とスピードと技の大杉選手、こちらがもう結構僕の中では非常に興味深いカードになってるんですけども、
そらく休憩が入りましてアメフィスタッグトーナメント2020準決勝が行われまして、ここ左から順にやってってます、さっきのトーナメントの左から順にやってってますんで、小高勇下村大輝 VS 風磨、久保雄介、こちらがですね、先ほどちょっと言わなかったんですけども、去年のこのアイアンフィストタッグトーナメントっていうのを去年も開催したんですけども、それの、決勝で当たったのと同カードに、ここでこう運命的な出会いといいますかになりましたね。はい、なのでなんかそこを突破すると一気に優勝への道も見えてくるのかなという気がしております。はい、で、メインイベントが、関根隆一藤波乃ル VS 中津亮太サート。はい、関根藤田さん の、 実力派戦闘民族タッグ、戦闘民族4人いるんですけども、関根と藤田さんに関してはこうやっぱ豪のイメージで、僕と下村の方がなんか銃のイメージみたいなイメージなんで、そこに中津坂とかどう入ってくる、で中津がこうなんていうんですかね、司令塔ではないんですよね、僕が今見てる限りのスパーキーだと。中津佐賀とっていうのは個々が両方ともちゃんと両立して動いていて、それがこの準決勝の結果にここまで来てるのかなっていう、佐賀ともスパーキーに移って非常にねこうね今まで以上に伸び伸び試合をしてるというか、でその今まであんまりこの間話聞くまで分からなかったんですけど、あんまり後輩とか同期ぐらい同じぐらいのキャリアと組むことが結構少なかったらしくて、で後輩もいる中でやっていくってなると、それがまた今までと違ったプロレス感が出てきて楽しいっていうのはちょっと喋ってたりもしたんで、そこもちょっとこの準決勝でどうなのかなっていうのが、はい、ただそのやっぱ関根と藤田さんうまさも持ってるんで、それが僕らからするとやっぱ僕ら勝ち上がって関根さん藤田さん勝ち上がってもらって、民族のでの、優勝決定戦をやってみたいというのが僕の本音ではありますが、はい、果たしてどうなることやらということですね。はい、ありがとうございます。スタジオに戻していただいて、はい、ありがとうございます。じゃあこの辺からは、ポロポロ拾いながらやっていきましょう。意外と来てた、意外と来てたよ質問が。勇さんこの風歌知ってます、横浜川崎あたり出身の人が、横浜川崎出身の人います、二人とも違う。あ、数え歌、1,2,3,4 ゴリラ、ゴリラのケツ舐めた、おいしいかい、おいしいよって知ってます？あ、知らないんだ。僕この質問来た時にあ、知ってるってなったんですよ。だからこれ僕質問結構これ結構前段もう移動中の段階で出てたんですけど、これ放送禁止ですか？大丈夫ですよね。見てたんですけど、これは言います。あ、豚のケツだったんだ。スタッフさんは豚のケツだったらしいです。1,2,3,4 豚のケツってことですか？ 1,2,3,4 ゴリラですか？ゴリラまでは一緒なんですか？ 1,2,3,4 ゴリラ、豚のケツを舐めたのワインになるんですか？へえ。だってゴリラの話してるのに豚に変わるんですね。 1,2,3,4 ゴリラ、ゴリラのケツ、僕 K2 じゃなくて K2O だったんですよね。ゴリラのケツを舐めたのは和も入ってました。舐めたのは、あ、舐めたか、で美味しいかい、美味しいよは、それは横浜の人は多分そうです。横浜の小学生はみんなこれです、今んとこ多分。はい、お時代がお疲れ様でした。ありがとうございます。とても楽しませていただきました。ゲストのいない回は久しぶりですが、ラジオのお仕事慣れましたか？ラジオのお仕事に慣れてるかどうかはね、あれなんですよね。どっちかっていうと僕よりも、そのスタッフさんであるとか、見ていただいてる視聴者さんが慣れたか慣れてないかを判断していただける。まあ、前みたいに淡く言いながら、バタ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 、こうやってはいないですね。
較的ゆとりを持って、ただそうゲストいない回が久しぶりだったんで、何が難しいって、このお茶飲むタイミング難しいですよね。だって僕がそのゲストが喋ったらお茶を飲んでれば無音にはならないけど、僕がお茶を飲んだ瞬間無音になるんで、その間ってやっぱラジオとしては一番会っちゃいけない時間帯なんですよね。これどうしてるんですか、そのこれはまだこの映像媒体があるからいけるじゃないですか。でもこれ普通のラジオだとないわけじゃないですか。さあ、だから音楽流す時間のことで我慢するんですかね。飲まないんですかね。飲まない、あ、飲まないんだ。じゃあ飲まないように頑張ろう。なるほどな。王子大会 FC イベントお疲れ様でした、ありがとうございます。喉が大丈夫、あ、確かになんかね、試合終わった後に喉が変っていうね、試合の写真見てたら、まあ100これだろうっていうのが、そのさっき言ってたあの力こそパワーの、あの筋肉魔人神の正人のラリアットが、あの喉にもろ直撃しまして、その後あのしばらく変な声で喋るっていうのがありましてですねそれ安倍が爆笑してましたけどね、はい、リング上でジャケットが目指して、そうですね、最近寒くなったんでちょこちょこ着出しはしてるんですけど、はい、汚れるとねすぐにクリーニングになるんで、それがもうあと何着か持っててもいいのかなっていう気はしてます、ジャケットは。はい、第4新木場のメイン、あ、先週のか、新木場か、はい、蛍光灯で石川選手のおでこをシュッシュしてるとき、南川こっちもやってって叫んだのは私です。うるさかったですか。あ、そこまでは分かってないですね。そこまで聞こえてなかったですけど、でもないや、なんか全方向にやるこうシャッターチャンスで、あれ難しくて、シングルじゃないとまあまあできないというか、シングルかつ多少のこのこっちの力パワーバランス上僕が押してる状況じゃないといけないというか、タッグだとタッグとか6人タッグになると、あの相手チームにもいろいろこう邪魔をしてくる人間がいるので、4方向に向かって相手の額をこう傷つけてる姿、相手の顔とかですね、傷つけてる姿とかを見せるっていうのがまあできないんですよね。だからあれができるのは結構ほんとそれこそタイトルマッチであるとか、タイトルマッチでも比較的まだあの心に余裕がある時であるとか、まあ石川君もちろん後半その100倍ぐらいのに僕やられましたけど、石川君との序盤の攻防であるとか、そういうのじゃないと逆にゆっくりはできないのかなっていう気はしてますね、はい、特に4方向に行くっていうのはもう特にそうですね、はい、黒ジャケット姿、あ、かっこいい、ありがとうございます。あ、レボリューションか、ジェネレーションだと本当になっちゃうんだ本物になっちゃうんだ。風戸選手はね、キムカファンにしか僕も見えてないんで大丈夫です、はい、だからキムカファンほど運動神経があるかってなるとね、キムカファン上で十何回ぐらい蹴れる人なんで、飛んだ状態でこういける人なんで、キングオブファイターズやったことある人はね、誰でも、あ、飲んじゃった、わかるんですけどもね。安倍さんはね、プロレス裁判で訴えられることいっぱいありますよ。力こそパワーってビックリマンでもあったんだ。へえ。そう、数え歌はね、この数え歌は5までしか数えられないんですよ。1,2,3,4,5リーラ。いや。この間の王子はちょっとやっぱ秀逸でしたね。その安倍軍対勇軍っていう過去、これで3回目だったんですけど、
なんだろうな、それまでこのコロナ禍では行っていなかったので、でリングにその大量の、特にあのリングが狭いんで、そこに全選手を集めるのもいかがなものかとも思うし、うん、そうするとやっぱ対抗戦感ってちょっと薄れるけど、まあ何か あれでしたね、そのなんだろうな、逆にあれは安倍とじゃなければできなかったんだろうなっていう気はしてますね。そのまあ王子見ていただいた方でないとわからないんですけれども、一応録画はしたんですけど、あのニコプロさんで枠が取れるかどうかはまだ不明なところなんですよね。はい、いや結局トータルであの日は1日で3試合したのか。で、お昼の興行で阿部とやってシングルでやって神谷の介入やって負けて、でなんだ、タッグマッチ、千賀さんとのタッグマッチ楽しかったな。なんか千賀さんが本当に速くて、速いのと上手いのと、上手いっていう言い方ってよくレスラーがするんですけど、そのレスラーが思う相手レスラーへの上手いってどういうのかなってよくこう疑問に思われるかもしれないんですけど、あのね、なんて言ったらいいんだろうな、切り替えのポイントなんですよね。あとのらり切り替えのポイントっていうのは、なんかこう攻めるんだけど返された瞬間にはもうあのタッチ行くとか、なんかそういう、特にタック屋と言われてる人たちはそういう動きが、タック戦になると特にそういうのが上手くなるんですけど、タッチワークであったりとか、あとは間ですね。間と緩急をつけた攻撃によって相手がよく分からなくなるんですよね。あれ意外とのらりくらりと来るなって思ったところでスパーンってこう速いのを入れることによって、だからなんていうんですかね、だから僕らみたいな、まあ SOS みたいにそこまでスピードが僕はあるわけではないんですけど、そのなんですかね、ロープとかがない状況だと、でその野球で言うと、まあ野球詳しくないんですけど、スローボールが投げられないんですよね。だから速い普通のストレートか変化球をかけての球しか投げられなくなるんで、あの一気にそのあれが狭まってくるんですよね、あの種類が、っていう方が、僕らからすると、その普通にシングルをするよりははるかに不利になイメージ、王子とか、あとロープないとか、まあそれはそれでもちろん戦い方はあるんですけれど、それは逆にキャリアがカバーしてくれる部分が全然あるんですけど、そういうので、そうですね、やっぱ千賀さんとのタッグは勉強になったし、まああと何より勉強になったし、あと何より楽しかったですね。はい、だからやっぱ僕はそのプレイヤーが一番楽しまなければダメだと思ってるんで、だからすごく本当に楽しく試合をできたことによって、もちろんあの 勝てたから嬉しいっていうのももちろんあるんですけども、まあポイントがポイント制だったんでポイントつくんで、あの勝てたから嬉しいっていうのももちろんあるんですけども、あのそうですね、あの試合は、はい、ちょっとあの V はあるんでもう一回ちょっと見たいなとは思ってますね。はい、でメインイベントも本当にイリミネーション6人タッグっていう、その全員オーバーザトップで落とすか
全員フォールなりギブアップなりでやるか、6人全員、相手チームの3人ずつ、3人を全部消さなければいけないっていうルールを6人タッグで行ったんですけれども、それもね、そのバサラ初期から見てる人からすると、まあやっぱ騎馬隊再結成のテンションの高さですよね。関根もね、普段民族は逆にずっとやってるから慣れてるんであれなんですけど、その楽しそうでしたね、何より、うん、でもやっぱりそれがいいところだなと思って、中津も楽しそうだったし、でなんか出番前に僕の曲かかってイントロちょっと長いんで、イントロの間に中津関根にこれ仙台以来じゃないみたいな話してしたりとかして、で、ああ多分そうっすねみたいな会話もして、はい、なんかそういうのも込みでいろいろ楽しめた王子大会で、結果、なんとか点数勝ったまま逃げ切って、安倍軍に初めて勝つということができましたんで、はい、ありがとうございます。あ、今日は絶対ならないと思ってたのに。さあ、王子のファンクラブイベントも多分楽しんでいただけたんではなかろうかと思うんですけど、どうだったんだろうな。あれに関しては結構意見を聞きたいところではありますね。はい、試合セコンドイベント、そうなんですよ。あと最近の王子大会で、例えばそのバサラが昼やって夜が藤田さんだったり、バサラ昼やって夜がチェリーさん工業だったりするんですけど、今んとこ絶対出てるんですよね。だから僕王子に行くときは毎日一日だと思って覚悟して行ってるんですよ。昼大体、昼とか朝9時半に王子に入るんですけど、出るの9時半とか全然ザラですね、はい、12時間ぐらい王子の控え室にいるっていう。シャワーが欲しいですよね、はい、野球はね知らないんですけどね、ドカベンは見てたんですよ僕は。だからドカベンの里中で覚えてますよ。知らぬいとかね、一番好きなのはトノマですけどね。はい、まだまだ全然いろんな話でつないでる間に質問をガンガン送っていただければと思います。はい、あ、そうです、令和の時代に笑っていいともやったんだね、テレフォンショッキングはね。もうあれを出って、もうこれもう次回や次次回やった時にはこの曲何という人も出てくればね、笑っていいと思う、もう知らない人たちもそろそろ出てくるんじゃないかっていうね。そうですね、バサラのタグを追ってその日の大会を見てたら、まあまあマスクしてサングラスつけて金髪で髪の長さもこんぐらいあるから、ニラさんに似てるっていうのがねすごい流れてきてて、複雑な心境でしたね。ニラさんが何が複雑って、ニラさんはあれなんですよね、僕のレスラーとしては唯一残ってる同期なんですよ。まあ今現 2AW、元海援隊道場の、プエルトリコ組、3期生がレフリーでも残ってるっていうのを含めると、私 DJ ニラ、トミー茨城のこの3人なんですけども、なんか悪の強いのは残ったなっていう感じはしますよね。
だニラさんとはね連絡先を僕交換したことがないんじゃないかな。全く知らないですからね、ニラさんの連絡先ね。トミ君はねごく稀に連絡しますけど、でも別にあのその なんですか、あの暇してるとか元気とかの連絡じゃないですよ。完全なる仕事の話でしかしないですけどね。あの皆さんはどうやって友達を作ってるんですか。皆さんどうやって友達作ってるんですか。カンペで答えてください。スタッフの方々はどうやって友達を作るんですか。でも大体こうもう社会したら会う人ってもう限られてるわけじゃないですか。大体もうその会社に行ってで特にこのコロナ禍なんであんまりその飲み歩くのもちょっとあれじゃないですか。って考えるとみんなこれ逆にこのズババババサラのあのタグでも言ってほしいですね。あの聞きたいですね。皆さん新しい友達をどう作っているのか。あみんなフリップでスタッフ2人しかいないのにスタッフ2人ともフリップで書いてくれてありがとうございます。はい、ぜひあの友達の作り方をねあのみんなで考えていこうっていうね。しかもいい年になるとまあまあより友達って作りづらくなってきて、あー今っぽいですね。 Facebook でログインしてないな。 Facebook いるだけですね。 Facebook のアカウント使ってこ昨日17ライブに登録しましたね。これがライブ配信は17ライブにしようかなって思ってますけど。Tinder? Tinder ってあれでしょ、あのそれ友達作るためにやってないでしょ、恋人作るためにやってるでしょそれ。それダメですよ、そういうことじゃないですよ。写真展やってるんですか、カメラの。へえ。あ、それはできそう、新しい友達。でも僕もこうやってこうこのどれぐらいアズーリに出ることによってこの普段コミュニケーションがなかった2人とコミュニケーション取ることになりましたからね、はい、そうやってこの友達って増えていくのが、だから仕事の幅を広げるっていうのはもっとやってもいいことなのかもしれないなってきましたね、気がしてきましたね、はい、だってマッチングアプリですよね。うんうんじゃないですよ。マッチングアプリをやる勇気はねえなあ。あこれ模範解答だ。クラッチでお友達たくさんできました。素晴らしいですね、模範解答ですね。野球とプロレス、あ隣に、あなるほど、隣にいる人と話が合えば試合見てたら帰る頃には、あなるほどな、はいはい、観戦してあの横にいた人と話すってことか。なるほどな、そうか。だからでも僕はなんかいいと思ってるんですよ、こうやってあの鳥越アズーリ FM に出ることによって多分僕を知らない人も知ることもあるだろうし、知ってる人はより楽しんでいただければもうそれは幸いだし。 Tinder 以外あります？ Tinder 以外ないんすか？Tinder だけで知り合い作ってるんですか？すげえっすね。いやでもね、そうなんですよね、派遣バイト、あやっぱそうっすよね。だから仕事の場を広げるっていうのがイベントのバイトとかですか。あなるほど、いろいろやってるんですね。大変なんですね、スタッフさんも大変なんだね。私たちももっと働かなきゃいけないね。いろいろやっぱ出ることがいいんですけど、こう今はなかなか出づらいんですよね。早く終わんねえかなこれ、本当にやだ。あプロレス会場ドロキスワン、まあ、でクラッチもそうなんですかね。で友達作りましたが、コロナ禍ではなかなか、そうですよね、コロナ禍は
そうですよね。僕もだからその例えば行きつけの飲み屋の店長とかも本当夏場にちょっと落ち着いたぐらいに一回会ったぐらいで全然やっぱ行けてないですもんね。ゴールデン街とか前まで住処だったはずなのに、ゴールデン街が僕の住処だったんですよ。だったのに全然行けてないもんな。そう、あの感染してしまったことが悪いと言ってるのではなくて、その感染してしまうかもしれないというこの恐怖感があるんでね、やっぱり。あとそれによって人に迷惑をかけてしまったらっていうのもあるんで、はい、かつそのかかった人がどうこうっていうことではないですよ。もうしょうがない。これもうみんなもうね、こんだけ手洗いうがいやらを気をつけてて、もうそれでもこんだけ東京だけでももう毎日、今日が400を下回ったのか。もうだってまた一時期は一時、ま、あの数字気にしない時期あったじゃないですか。だけど今また数字気になりだしましたもんね。ああこれまだこんなにいるのかとか、そういうので、はい、だからもう俺も誰が悪いとかじゃないんですよね。部活か、あ、会社の部活動か。会社も部活あるんだ。友達はやっぱ SNS なんだ。バサラ行き始めたばかりなので、あ、だいぶすぐできますよ。友達が少ないからわからない。縁とか運命と友達になってくれた。あ、友達の優しさで生かされた。あ、素晴らしいですね。素晴らしい意見です。友達優しさで生かされてる。まあ縁とかはね大事ですよね。縁やら運命やらっていうのは確かに大事ですよね。あと大事なのはそうですね、丈夫な肝臓がやっぱり一番大事だと思うんですよね。お兄さんおいくつですか？22ですか？あ、そんなん全然大丈夫ですよ。僕22ぐらいでガンマ GTP が350ぐらいあったんで、ガンマ GTP 分かんないですか？正常が40以下です。350でもあんまやばいと思った。でまあ数字は言えないですけど、あの先月ぐらいに信じられない数値叩き出して、僕あのその数値が出てからとりあえず2週間は禁酒して、それから3日に1回ぐらいしか酒を飲まないっていうのをやってたんですよ。でこの間あの1ヶ月経ったんでもう1回血液検査して、今日結果出たんですけど4分の1になってました。爆発的な数値だったんですけど、それ4分の1になってました。いや、これでまた飲めると思っちゃダメなんですよね。これだ、これそのペースぐらいがいいよっていうことなんで、そのペースぐらいで飲んでいこうかなと思った。17ライブでインスタライブもね、またあれなんですけど17ライブの方に移そうかなっていう、いろんなことやって、それこそ SNS もいろんなことやってみようかなっていう、人見知り、ああそうですね、友達を作りたいけど作れない AT フィールドを張ってしまうっていうのはもうまさにあれなんでしたっけ、何のジレンマでしたっけ、ハリネズミ違うわ、山嵐のジレンマだ、思い出した、エヴァンゲリオンですね、山嵐のジレンマ。友達が欲しいけど近づくと傷つけてしまうっていうね、わからないですか、22歳じゃわからないだろうね。で僕が確かあのシンジ君とかは知ってます？シンジ君と確か同い年なんですよ。あ、番組終了10分前です。もうその時間ですか、早いね。
結構ああ僕一人でも慣れてきたかもしれないです。そうハリネズミのジレンマだっけ、やっぱ山嵐じゃなかったっけ、ハリネズミか、近づくと傷つけるってやつね。いやいやいや、肝臓はね、そうですね、戻りましたね、だいぶ。まだでも正常値じゃないんで、このままもうちょっと頑張りましょうねみたいなレベルで終わったんで、まあ引き続き無理は厳禁でやっていきますけど、はい、あとなんかこれっていうのあるかな。そうっすね、じゃあ他団体のも触れていって、なんか近々で、近々でもないけど大事なのは12月30か、大日本プロレスの後楽園大会でジュニアヘビー級のベルトに挑戦することが決まりまして、ありがとうございます。いや、なんか吉野達彦っていうね選手で、まあまあ知ってる人は知ってると思うんですけど、僕とはすごい仲が良くて、本当可愛がってる後輩なんですけども、でもすごいこうなんていうんですかね、まあ簡単に言うとバカにしてたというか、舐めてたし、こいつは成長しないなってずっと思ってたんですけど、それがしっかりこう変わってくる瞬間っていうのが見えて、でそのトーナメント優勝決勝戦で忍に勝ったあたりぐらいからスイッチにがやっとついたのかわかんないですけど、のベルトを取った青木選手っていうチャンピオンとやってベルト取ったんですけど、その試合もすごい良くてですね、でまあその試合もセコンドついてて、でちょっと残念ながらその1回目の防衛戦の関札浩太っていうのと防衛戦したやつは準備、僕は北海道の大会やったんで見れなかったんですけども、それもなんか評判はなんか周りから良かった、面白かったっていうのを聞いてですね、でこの間大日本プロレスの不律がありまして、でその不律で、アンディ・ユーズ選手と試合して、でアンディ・ユーズ選手ともいい試合して勝ったので、だからなんか今までちょっとそのジュニアっていうものとはちょっと離れたものとしてやっていこうとは思ってたんですけど、そのベルトに対する欲というのももちろんありますし、その吉野達彦っていう人間レスラーというのとも、自分たちが吉野の年も含めて自分の年も含めてこのピークっていう現時点で、おそらく2人が真っ向から戦って一番いい状態で迎えられるのは今なんではなかろうかっていうのもあって、そのまあもちろんベルトへのリスペクトありきですけど、ベルトへのリスペクトありきで、挑戦させてくれって言ったところ、まあ吉野も勇を超えたいっていうふうに言ってくれて、でまあで大日本プロレスも組んでくださいました、その気持ちも組んでくださいまして、このカードが12月30日に決定ということになりました。はい、まあね、可能ならばね、やっぱベルトを持って年を越したいですよね、はい、やっぱベルトを持って年越すって違いますからね、はい、はい、そんなとこでしょうかね、またちょっとツイッターの方に戻ってみますか。よ、はい、山嵐だったと思います、山嵐、板橋の近藤勇さんの和がに勇さんの肝臓回復とベルト、それだとベルト出しのお参りしてきました、それで治ったのかもしれないですね、僕の肝臓いやいや、それももちろんありがたいんですけど、あ、じゃあ知ってる、そうなんですね、僕小高勇ってリングネームであって本名じゃないんです。でイサミってその本名と一切被ってないんですけども、
でそれでどっから取ったかっていうと、あの新選組が好きだったんで、近藤勇からあの小高勇っていう、その勇の文字をもらって小高勇っていう名前をつけたんですよね、はい、決して格闘技スポンサーが欲しかったわけでもないし、あのただで何かをもらおうとしたわけでもないんですけど、はい、一回も接点ないですね、そう言われてみるとね、はい、僕は個人的に買い物には何回かとかよく行ってるんですけど、うん、そうですね、あ、私もお参りに行こうかな、板橋ね、確か駅前にあるんですよね。肝臓回復してベルトダッシュしたらもう完璧だもんな。でもこの間野球中継、なんか作業しながら野球中継見てたんですけど、あのソフトバンクが優勝した時に解説の人たちが、いやもう胴上げもできなければ、胴上げしてないんですよね、確かしてないですよね、してなかったんですよ確か。胴上げもできなければ、で優勝してもビールかけもできないから、いやこの状況はみたいなことを結構言ってて、あそうかと思って、確かにそれもできないわなと思って、同じ球団内だからって許されることでもなかなかないですもんね。だからラグビーの方で集団感染とかも起きちゃってるんで、私の祈りは一つだな、本当にもうこれが早く終わってみんなの声援が聞きたいっす。私は年を取っても肝臓が元気でどうにかなるかもしれないですね。確かにそうですね、肝臓さえ元気ならなんとかなるかもしれないですね、まあ、結局毒素を排出するあの機能なんで大事ですよ。22歳だからって油断してるとすぐやられますからね、肝臓は物言わぬ器官なんで。あれらしいです、あの肝臓が物言わぬ器官がいよいよ苦しいって言ってる気がするよっていう時は膵臓らしいです。膵臓か腎臓らしいです。あ、腎臓だっけな、腎臓は多少物言うらしいんで、あの肝臓がうーってなってる気がする時は腎臓が言ってるってことなんで、あの気をつけてください。そうですね、はい、残り3分にして会話の内容がつきましたね、はい、あ、そうか、ソフトバンクはもうビールかけとか飽きてるそうです。優勝しすぎたそうですね。 だって野球知らない僕でも知ってますからね、8連勝して優勝したんですよね。すごいよね、8連勝して優勝って。もう来季出なくていいでしょ、その来季はクライマックスシリーズからでいいぐらいの勝ち方なんじゃない。逆にファン減らないのかな、そんなことないのかな、なんか勝ちすぎてもなんか面白みに欠けるというかね、アンチが出るだけであって別にそんなでもないのか。だって僕らの頃のそれこそ中学高校ぐらいかなの巨人軍とか強すぎて、やっぱアンチ巨人っていう言葉がめちゃくちゃ流行るぐらい巨人がその実際のところ分かんないですけど、そのいい選手を全部自分のところに呼んでってやってて、果たしてそれが面白いのかなってずっと思ってたんで、そんな強すぎて、でも強いの見てるの楽しいか、そういう意見もあるか。逆に昔から見てたら弱かった頃も知ってるだろうから、それがめちゃめちゃ強くなったっていうのは誇らしくも思える。難しいな、やっぱ何年経ってもファン心理っていうのはね、わからないもんですね。僕足つぼマッサージしたら肝臓とかに効きそうですけど、足つぼマッサージのあの石あるじゃないですか、石のところを僕歩けないんですよね。ソフトバンクと SOS は同じぐらい強いです、はい。まあそんなことで本日も、ズババババサラご視聴いただきありがとうございました。また来週はね、浅草大会でどうなるか分かんないですけど、また告知します。